ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな、おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルフどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。